皆さん、こんにちは、こんばんは。いつもは柏には負けられないでアシスタント MC をやっておりますリーです。そしていつもはメイン MC のプーです。よろしくお願いします。はい、まあいつも見てくださってる方はわかるかと思うのですが、 MC がちょっとメインとアシスタントが入れ替わるということで、今回はなんと番外編、またオフシーズンバージョン続けていきたいと思います。いや、まずね、久しぶりの登場じゃないですかメイン MC なのに。あ、そうだね、まあ年末ね、お休みをいただいていたので。そうですね、今年一発目の動画を一応ね、元旦に上げはしたんですが、ちょっと年末忙しかったということでね、天皇杯予想動画にはメイン MC がいなかったということで、本業の方が忙しかったので、久々の動画になりますね。はい、はい、まあ天皇杯もルヴァンも終わって、もうようやく来シーズンに向けてですか。予想外しで今年も始まりましたが、まあ彼がいるということは、今回はジェフに関する動画ですね。はいはいはい。まあジェフ、まあ抜ける選手も確かに今年は多いんですが、入ってくる選手のニュースもとても多いということで、何本かに分けてジェフの新加入選手を紹介していきたいと思います。まずはこの二人。はい、期限付き移籍加入になりましたフォワードの岩崎選手と、完全移籍で来てくれました福光選手の二人をちょっとね、紹介と妄想全開で考察していきたいと思います。いやね、まさかなんかこの二人はあれだよね、確かクリスマスイブプレゼント的な ね、 イブにね、そう発表されて20、そうイブに発表された二人で、まあ結構加入していた順番ごとに動画が進んでいくかなと思うんですが、まあこの二人に関してはね、まあ、有名な選手2人なのでいろいろ話すこともあるでしょうということで、もう早速ね、選手をピックアップしていきたいと思います。ということで、まず1人目、岩崎選手。まあ簡単なプロフィールのスライドに行きましたが、まあもうね、高校サッカーの頃からスター選手だよね、ある意味すごく注目度の高い選手で、まあ結構まだね、年齢も俺ら世代というか、そうだね、近い選手ですからね。東京五輪世代だよね。そうだね、うん、ギリ。まあこの代表歴見ても、もう各年代で、まあ、日本の中心選手だったこともわかるし、やっぱり京都サンガの時代なんかはさ、同じ J2 で敵だったわけだから、苦しめられた、いろいろ印象もあるんじゃない、やっぱりイメージはあるけど、まあ何を隠そうさ、まあ若干ためだが出る、はいはい、出ないみたいな話が浮かび上がってきてて、まあ取り組みとかもいろいろあった中で、はい、岩崎来た時にもうこれ溜めた出るなって思った、俺は。それくらいの、まあね、結構京都の時は左で出てたからね、 そこ補強だよなって思ったし、結構俺たちのシーズン中の動画を見てくれて、俺が溜めたやりきれみたいな言ってたじゃないですか。はいはいはい。この選手やりきる型なんですよね。そうですね、まさにシュートまで行ききる、クロス上げきるみたいな、最後までねやりきる、途中で止まったりしないみたいな。いや、そこら辺のね、まあ、溜田選手がまた絶対に頭に浮かんでくる話になりますが、じゃあもう、こちら、あの、前回ね、僕たち新人3人を紹介する動画でも、そんな話をしていったんですが、まあ、期待したいプレーであったりね、どういう選手なのかっていうのをね、いろいろな情報をもとに、妄想として話していきたいと思います。っていうのが、次のスライド。まあ、先ほども言ってくれました、攻撃ですよね、やっぱりこの選手は。どこで使われるのかって話だけど、まあそうだね、まあもうドリブル取ってもクロス取ってもシュートを取ってもやっぱり J2 では一級品だよね。だちょっとさ、ね、難しいよね。なんか今の 4-4-2 のさ、サイドとしてはさ、ちょっとさ、はい、ディフェンスを頑張らなきゃいけないなっていうところもあるし、まあね、かといってじゃあ船山みたいなフォワードのとこ使うかって言われたらさ、またちょっと違う選手が頭の中によぎると言いますか。なるほど、はい、まあ結構ね、今年、まあ、出場機会そんなに多くなかったんですが、湘南ではまあシステムが全然違うんですけどね、2列目のトップ下2枚のうちの1人みたいな出方が多かったっぽいです ね。まあ左ですかね。そうなんじゃないかな、順当にいけばそうだよね、うん、やっぱり今年も溜田選手が出ることが多くって、まあ、アランピネール選手がね、まだ話が現時点では出てないということで、そこら辺も気になってくるんで、ただまあ J1 ではね、札幌湘南となかなかレギュラーをつかめなかった選手なのでね、まあ、東京五輪来年どうなるかっていう現状ではありますが、まあ、やっぱりそこを目指しての移籍なんだろうなとは思うんだけどね。まあだからここでスタメンで出れなかったら、まあ五輪も厳しいぞくらいの出され方であってね、まあ、まあ本当にサイドで使うのであれば守備の部分、攻撃は特になんか
心配はしていないというか、かなり魅力的な部分があるけど、ね、守備してる場所を見たことがないんだよね、俺あんまり岩崎選手が。まあ、まあ、ね、まあさ、言っちゃえばさ、ね、あれじゃん。スーパープレイ集とか探すわけじゃん、俺のだって。プレイ集みたいな。まあそうですね。大体攻撃じゃん、はい、そういうの。まあそうだね。たとえ守備の選手だろうと、なんかオーバーラップしてるシーンとかさ、出てきちゃうから。まあね、印象に残りやすいから、ね。まあだからこの先どんな守備をしていくか、またね、チームになったからこそ、詳しく見ていきたいよね。そうですね。まあじゃあこの岩崎選手が、まあ一人目の今年の補強でした。ということで、二人目いってみたいと思います。はい、二人目は、福光選手ですね。はいはいはい。こちら、ちょっと上の方に和製バーディーと書かせていただきましたが、まあ本当に経歴見ていただければわかるんですが、地域リーグからの成り上がりなんですね。ベルスパ大分からの。へえ。そう。で、レノファ山口で、J3 時代の、ね、レノファのイメージあるわ。レノファのイメージはある。まあそうだね。その頃が一番すごかったというか、数字的には一番残せてた時期かもね。で、何を隠そう、この後話していきますが、ユン・ジョンファン監督時代のセレッソ大阪でプレーをして、去年は期限付きで水戸、今年は昇格したアビスパで活躍して、完全でジェフに来てくれたと。はいはい。いう感じですね。まあ、こちらは逆に、先ほどは岩崎選手左かななんて話があった中で、まあ、右が適正ポジションになってくるかなというところですかね。かなりさ、はい、ユン・ジョンファンのやりたいサッカーを体現するというかさ、そうですね。今までいつもさ、この右サイドってさ、誰を選ぶ、どんなサッカーをするっていうのがさ、ね、明確に分かる。矢田朝日が出るのか、堀米が出るのかみたいな、はい、ところに、はい、一番ユン・ジョンファンが求めているサイドウイング、サイドミッドフィルダーを持ってこれたんじゃないかな。上下運動を繰り返してもらいたいよね。まあそんな中で、まあどんなプレーをするのか、僕たちが期待したいのかというのが、はい。まあこの選手もね、まあ僕はですけど結構やっぱり攻撃かなと思うんですよね。まあそう、なんかゲームを組み立てるサイドウイングばっかりだったじゃん。サイドミッドフィルダーばっかりだったところに対して、まあ、ねうんまあ、いつもさ、俺らで米倉をここで使ってみたら、みたいな。よかったじゃないですか。はいはい、完全に、ありましたね、完全に、そうでしょ。この選手は。縦に攻める、サイドで。そうですね。シュートも打つし、もちろんアシストもするしってところで。まあ、やっぱり J3 ではありますけど、山口時代ね、19得点っていう。まあ、山口があの時、得点力爆発した年なんですけど、ミッドフィルダーで2桁取れて、で、身長はね、171センチなんですが、体重も強いと、空中戦も意外とできるよみたいなところもあって、ジェフっぽいっちゃジェフっぽいのかなと思ったりもするね。そうだね。でもやっぱり、去年、福岡でも、ちゃんとね、増山選手と右を、まあ、2人支えてた選手で、まあ、何よりやっぱり、ユン・ジョンファン監督に2回、求められてきたというところですよ。そうよ、期待したいよね。だからもうさ、分かってるわけじゃん、サッカーを。まあそうですね、お互いそうだろうね、うん、で、まあ守備しなきゃいけないことも知ってるじゃんね。間違いないですね。いや面白いんじゃないですか。だからオプションとしてだからさ、この先、まあ、矢田朝日選手の契約更新とかもさ、発表されているわけだから、はい、まあありました。ここのサイドをどうやって使っていくのかみたいな。そうですね。かなり、だって堀米選手だってレンタルで行ってしまったわけで、ここのサイドっていうのはかなり見どころというか、熱いですね。熱い部分になってくるので、まあ、注目していきたいですね。注目しなきゃいけない場所なんじゃないですか。まあ、今回も動画で扱った2人はさ、確実に今年のジェフになかったサイドの破壊力というかさ、そうだね。得点の部分に期待できる選手。点を取れるサイドというか、なんか点を試合を作るサイドじゃない人たちも、ね、そうそうそう。この為田堀米、まあ、矢田朝日三木とかとはちょっと違った攻撃力、縦に速い、縦に速い攻撃をこの先期待できるんじゃないかな。まあ、中にも切り込めるみたいなところもね、今年は2021年度はねちょっと見れるんじゃないかなってあるよね。そうですね。まあじゃあそんなところで、まあ、まだまだねジェフには補強する選手いっぱいいるのでね、順々に動画出していければなと思っております。もし、湘南とか、まあ、京都とか、セレッソのサポーターの方々で、いや、この選手はもっとこういういいプレーするんだよとか、そういうね、こういうところでね、ジェフでハマるんじゃないかとか、いう意見がありましたら、ぜひぜひね、コメント欄等で、言っていただけると嬉しいです。お願いいたします。お願いします。ということで、まあ、第1弾の補強動画はこの辺にしときまして、まあね、こちらすべて確定したらね、そういったまとめたね、
まあ、今年のジェフを占う動画なんかもね、撮れたら面白いよ。まあそうだね。だから、予想スタメンとかするよね。とりあえず一回。はいはいはい。しよう。早いとこ。まあ、そうだね。まあということで、これからにも乞うご期待ということで、まあこちら現在、また、ツイッターやインスタグラム、まあインスタはね、ちょっとまだまだ動き出せないかもしれませんが。まあそうね、試合行ってる日とかにね、よくあげるので。はい。まあ頑張っていきますので、こちらもお願いいたします。もちろん、いいねボタンやチャンネル登録もお願いいたします。ということで、また次の補強動画で会いましょう。柏には、負けられない。